どうもです。皆さん、こんちゃっちゃです。デルメロと申します。ということで、今日はですね、皆さんに告知してた通り、召使いが、ぼちぼち来ますので、それに向けてね、生物厳選、可能な限り、できる限りしておこうと思って、暇所の生物改正をやろうかなと思います。まず一つお断りを入れさせてください。暇所4セットは、最適じゃないです。召使いが追加されるタイミングで新生物が来ます。で、おそらくこのタイミングなんで召使いに合う最適生物なんですけど、今から厳選の仕様なんてないんでね、今厳選できる範囲で召使いに合う生物ってなんだろうってなった時に、召使いって炎元素キャラなんで、暇女が合うんじゃねということでね、炎元素キャラはだいたい暇女4セットがだいたい強いので、メインアタッカーとかサブアタッカーとかスキルのクルタイムにもよるんですけど、暇女が合うんじゃないかということで決め打ちして生物厳選やります。分かってる、多分44.6 で追加される生物が最適です。じゃあ召使いの生物改正やります。さあ来た、お待たせしました、いつものパチンコ生物改正やります。78連、今残ってるファントムとかはもう全部生物改正に使っていいっていうのは確認済みなんで大丈夫。防御コップ、これ封筒用かな。いや、回心率つけば普通に熱いな。熟知、お、熟知、熟知は熟知冠は 4% しか出ないんだけど、使いそうおらんな。攻撃、お、これ会心ダメージつけば熱い。うわあ、ちょ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 、これよくね、攻撃時計で熟知会心率好きだ。熱い、会心ダメージつけばめっちゃいい。召使いに暇所が合えばだけど熱いかもしれん。じゃあ鼻羽時計でいきますか。今日運良さげ、いやまだわかんないよ。いや、これ会心ダメージつけば熱い普通に。もうダメだ防御ついちゃった羽、羽は、いや、これ完全に HP だから封筒用だね。率がつけば。なんかめっちゃ防御に座れる。まあでも、鼻羽は正直あんま期待してない。時計、時計、時計。これが本命かも。会心ダメージつけば。あ？え？あ？え、全部防御なんだけど。マジかー！いや、普通に私引きが良かったら全然もっと更新できそうな雰囲気あったけどさ。変なの伸びちゃった。防御伸びちゃったもんはしゃあない。スコア50出したい。いや、私で原神のスコア52個しかないんですよ。楽団のスコア55の花。で、血染めのスコア52の羽。なんか原神初心者の人でもさ、なんかスコア50持ってるやつおるのよ、参加型で。ちょっと納得いかないんだよね。お、いつつけば嬉しいな。一応なんか HP 換算で微妙なスコア50のなんかようわからんやつ出た記憶があるけど、あれは、いや。これ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 、お前みたいなの待ってたんよ。え、あ、え、なんか、え、半年ぶりかも。え、半年ぶりかもしれん。こんなん、会心率、会心ダメ、攻撃ついた4オプションとか。これ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 。いや、ファントムハンターでもこういうの欲しいしな。黄金でもこういうの欲しいわ。いや、久しぶりに見たわ。あ、熱いの来た。これなのよ。50超えるのでは、いや、あるよ。マジで、会心ちゃんと伸びてくれれば50超える、今のは。50超えの暇所は全然、召使いにつける可能性ありますよ。まず封筒をよ、率つけばいける。いや、攻撃は違うんよな。HP と攻撃でちょっとちぐはぐになるから。じゃあ本命。会心が伸びてくれれば勝ち。防御はいらん。で、攻撃は1回ぐらいなら許そう。いきます。会心。待て待て、マジ4オプだし1回ぐらいは攻撃か。でも最大値だ、 5.8 は攻撃か。防御か。29.2、 弱すぎ。そうでしょ、神生物が、私の手でゴミになった。会心率、会心ダメ、攻撃防御4オプションが、防御2回伸びて攻撃2回伸びて、もうゴミじゃんこんなん。我慢は、うーわー、やったわー、マジかー、さすがにひでえ。終わって、かわいそう。いや、ちょっとこれはひどいかもしれん。やばい、一旦気を取り直して。いや、もう、いや、でも、もうあんなに強いやつ出ない気がする。産業廃棄物ですね。マジ産業廃棄物かも。台変える、台変えるか。
原茶は、おお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 、会心ダメージ冠、リツ HP 原茶。これフータオに合うかって言われるとな、ちょっと会心ダメージ5万の杖もあるから会心ダメージすごいことになりそうだけど、まあ、フィヨルドとかね、死闘の槍フータオならいけそうだね。結構強い、リツも HP も原茶も使うし、さっきからえぐい種は出てる。いや今日マジ引きはね、いい。神生物は出てる。いや神生物の種みたいなのは出てる。私の手で全部ゴミになってくだけで。本命がこれ、会心ダメ、会心率、原茶 HP。 まあ汎用性のことを考えたら HP はフータオ専用だから、まあ攻撃だね、攻撃。てかワンチャン、え、これヌビレットとかも合うくね？なんかヌビレットの自由枠とかにもできるな。会心率、原茶 HP だから。いやでもマジ、てかヌビレット関係ないな。自由枠で誰でもいけそうだから。ちょ、攻撃欲しい。攻撃。なんか今日防御しか伸びない。まあいいよ、防御、まあいいよ。こっから率だ、率だけ伸びてくれれば。率。おー、ナイス、2.7。最低値だけど、いい。率。3.9! 最大値！よし！回収率！お、ちょっと待って。餌にしてた星3、星4の生物がなくなったんで、でも強化済みの生物を餌にしよう、もう。まあ、18レベルぐらいまで一気にいっちゃいますか？まあ、ちょ、ある程度腐ってもいいか。19レベル。一回いきます。回収率。回収率 14.4 で頼む。防御か。スコア21の会心ダメ冠ってどう？いや弱いな。いや弱くはないけど、普通の旅人からしたら全然強いけど、私が求めるレベルではないんだ。あー、ダメだ、弱い。収穫ないですね今。あれ、なんか調子悪くなっちゃったか。でも間違いなく今日良さげな生物は出てた。私の強化の仕方が弱かった。この台大丈夫か。いや、この台大丈夫だよ、多分。もう一回だけ。これどうですか？これ強くない？ちなみに。これどう？ファントムハンターとかだったらガチだった、ちなみに。攻撃冠ってみんなが思ってる以上にありです、例えば。特にファントムハンター4セットとかだと、ファントムの効果だけで回心率36上がるから、実はね、リオセスリとかリネ攻撃冠ありなんですよ。まあ武器にもよるんだけどさ、まあなんか、まあ、そうね、召使いが突破ステータス回心で、武器もなんか回心ダメージがまあ66とかね、回心率33とかあるなら合わなくはない、まあ、キープはしとく、キープはしとくか。おお、なん か, や っ, ぱかやっぱ今日回心多いね。サブ弱いけど、ちょっと待って、ちょっと待って今、おお、めっ来た、熟知時計来た。フータオは熟知時計です。熟知時計の方がいいです、蒸発使うから。であとこれね、ベネット結局ベネット使うなら攻撃力ってベネットでどうにもなっちゃうから熟知時計ありなんよ。あと他にも狼の末路っていう攻撃力めっちゃ上がる武器だとギルクとかも熟知時計ありです。これ熱い。え、この冠会心めちゃくちゃつけばありだと思うけどな、みんなどうかな。とりあえずプラス4見ますか。4オプション目、何が当たりだ。元素チャージ効率が当たりかな。ああ、実数値、あ、悪くない。悪くないぞ。で、こっから率ダメが、ひたすら伸びていけば、めちゃくちゃいいですね。さっき作ったこれ、いくか。一気にいきますよ。これは強化に使っていいね。OK。率ダメ！プラス18までいくから、8、12、16、3つ伸びます。率ダメで頼む。お？ 2回伸びたんか、これ。いやー、40いかないのか。攻撃冠っていうマイナーのやつ使うんだったら40欲しいよな。いや、これ本命、大本命。大本命いきます。これね、攻撃だね。攻撃が、まあ、4サブで欲しい。ほい。いいぞ！いいぞ！今んとこ、引きがいい。いや、ちょっと、さっきのもう 28.8 になっちゃってるやつ、捧げるわ。3個伸びます。率ダメ伸びてくれればもう何でもするわ、ほんまに。いくで。
え、なにこれ、5倍でクリティカル強化が出て経験値5倍になって全部防御力4回伸びたの。いやマジで、いやめっちゃもったいないじゃんこれ。え、どうなってたこれ。4回でしょ。スコア何本今。え、スコア 48.5 まであったのに、私の運が終わってたからゴミになっちゃった。マジで防御ゴミじゃん。351連、いくで。才能やかましいわ。切れそうなんだが。攻撃コップいらないな。羽率つけば羽。これはちょっとあれだな。防御あ、ダメージつけばめっちゃいい。率攻撃熟知だ。フータオだと全部使うけど、ちょっと率 2.7 とか HP 4.1 が引っかかるな。おお、会心率、会心ダメ。HP、現茶。まあ、現茶は熟知の方がちょっと良かったか。いや、でも、全然、あ、もう4つついてて率ダメ。しかも 3.9 高いですし、7.0 も、3.9 最大値、7.0 高い。めちゃくちゃいい。はい。現茶時計。HP 時計。いや、マジで頼むわ。この花が本命で、会心ダメージつけば強い。攻撃力実数値だから、これはゴミ。本命はこれ。大本命いきます。これ一個ずついこう。一気に強化してちょっと悲しい気持ちになってるから、今日。一個ずつ一歩一歩踏みしめるように。いつだね。お願いします。2.7。最低値ではありますが、会心率が伸びただけでも正直めちゃくちゃ安心します。いいです。スコア現在 20.2。続いてプラス8。お願いします。お3.5、3.1 が下から2番目で、3.5、3.9 の4段階あります。 3.5 だから上から2番目、悪くないです。回心率伸びました。現在スコア 27.2。 12レベいきましょう。12レベ3.5、 スコア現在 34.2。 スコア運が良ければ49ある。 HP 込みで50ある。16レベルいきます。開始ダメ 7.0。 これも上から2番目です。 41.2 ですよ。 41.2。 まあこれで会心つけば49とかいくかもしれない。いや現茶いらないな。率ダメだな、やっぱり。頼むわ。いくで、お願いします。17.5。 スコア49。スコア49で、まあ、HP、まあ、フータオ用って考えたら HP 換算なんで、まあ、53.1 としてもいい。まあ、神です。めちゃくちゃ強い。ひまじょ、あら、いいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃいいわ。これフータオバカ強くなるで。今つけてんのこれだもん。これやばいです。久しぶりに収穫っていうレースが来た。ブータオ用じゃなくても49あるから、もう会心稼ぐために使える。もうこのまま行こう。390連もう満足。もう満足だが、オーリバフね。はい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 。いや大丈夫。はい、いやーめっちゃいいの来た、よかった。いやこれ悩むな。 HP が熟知とかだったらね。はい、会心ダメが、おお、じゃ一応ちょっと4オプまで見ていいやつも上げていい。まずこれ、これはもう会心鍋全伸びなら最高。全伸びなんてまずないと思うが、このゴミ、この防御力97のゴミ、こんな安心して強化できるわ。おい、はい、ゴミ防御力吸われすぎ。こっちはまあ率と攻撃があるって、まあ率4回伸びて攻撃1回伸びるぐらいなら全然使えるから。HP がこれ2回か。で、会心率は 3.9 の 3.9 か。いや、だけど HP2 回伸びちゃったか。いや、惜しいな。こっちからいくか。会心率がつけば？いや、だけど攻撃も HP もないからちょっと期待はしてないけど、会心率がもしかしたらめっちゃ伸びるかも。いらない。これは攻撃だね。攻撃が欲しい。なんだ？なんだ？なんで防御だ？防御吸われすぎちゃう？もういいか。いやまあ429連いきます。いやもう1個ぐらい来てくれたらね、もうスコア50の花羽とかで揃ったらさ、もう召使いもそれで最初使っていきたいじゃん。最初なんて絶対召使い暇状かなんかでしょ。
通常銃撃使うメインアタッカーならファントム4とかになるのかな。いやでも召使いマジ初日は絶対暇状だから、うん、初日は召使い多分暇状になる。スキルめちゃくちゃ強いとかだったら黄金かな。防御攻撃防御 HP、 うーんどうだ。いや今回なしか。これはあ、これはありじゃない。会心率4伸びとか5伸びしたら熱い。足り目は多分ないよね。よいしょ。あ、防御なんか、うん、無駄に使った気がするな。会心率4回5回ぐらい伸びてくれればこれは神になれます。 HP もういらないね。 OK、続きまして468連いきます。 HP コップ、岩バフ、これ弱い。モラはね錬金術があるから大丈夫。治療バフ、回心率多分弱い。防御花、うん、花これ普通に強いけどね。回心なめつけば神だけど多分もう強いのあるからいらない。時計攻撃時計 HP 時計507連いきます。羽羽嬉しい。ダメつけばいい。回心がない。攻撃 HP 治療バフ、あーなんだこれ、うわーななうわー、え強くねこれ。これ風太王用の神になってた可能性あるな。これ熟知冠ならね、実は風太王用とかナヒダ用に行けたかもしれん。治療効果バフ使うアタッカーで、でHP も多分使うでしょヒーラーって。で率ダメついてるよ、しかも4つだよ。まあ、なんかもしかしたらね使う道が取っとくかもな。余興この時計は率ついてるけどちょっとサブが弱いし 2.7 だな、やめとくか。 HP 現茶、うんうんうん、ラストこれラストにします。546連いきます。ゴー。雷バフ攻撃羽弱い羽、あー違う、防御多いな公共。おこれよくない。回心ダメージ率熟知攻撃力実数値はまあいいや、実数値やけど攻撃。おこれの上位互換じゃん。なんなら回心ダメージ冠率熟知でしょ、こっち配信だ、リツカムリ、ダメ攻撃熟知実数値だよ。熱くね、これ熱いです。優勝したかも。防御時計熟知時計熟知時計、これ封太を用か。あ、封太を用ならありだな。あ、バチ圧激圧回心、これ神になる可能性があるカムリと、まあ、ちょっとそのちょっと下だけど全然サブオプションで攻撃来たら熱そうなカムリ3つ。いいじゃん、最後にふさわしいわ。勝負だ、ホヨバース。まずはちょっとあんま期待してないけどこれ強化する。封太を用になり得る。えい、まあまあ貸し鍋つかなかったからこれはぽい。こっちから行こう。攻撃だね、攻撃が来てくれれば嬉しい。呪われてんな防御力に。今日防御力何割ぐらい伸びてんだ。会心これ熱いです。なんといっても無駄がね、攻撃力と攻撃力パーセント熟知と会心ダメ、こっからね 7.8 と伸びていけば神ですね。 7.8 5回伸びたらスコア 50.2 ですね。まあ、冠のスコア 50.2 なんでね、これが俺の覚悟だ。行くぜ。ランダムにして追加ステータス5件強化する。いや神生物には一本ぽっきり勝負がふさわしい。ああ泣いた。マジで言ってる。熟知1回伸びたじゃん、で攻撃1回伸びたじゃん。これが 7.8 でもし回心ダメに乗ってみさ、回心ダメ 21.0 だよ、攻撃 20.4、 スコア41ですよ。スコア40超えの冠が手に入ったかもしれなかった。これぐらいこの生物は強かった。攻撃なんで回心ダメ伸びなかった。ほんまにもったいないことした。これほんま神の冠になってたかもしれなかった。うん、最後に治療効果バフあげるか。いいよ、これはもう遊びだけどな。いきます、20レベル。お、全部バランスよく伸びたけど、なんか使い道ありそうだな。将来 HP も回心も使うようなキャラが来たらスコア 44.3 だし、わかんねえが正しい。これに関して強いかどうか。この生物だけめちゃくちゃ惜しかった。マジで惜しかった。これ新生物が多分召使いには相性いい。 4.6 で追加される。予告番組で多分効果出ると思うし、それ見たら話すんですけど、なかなかいい生物できたんで気分がいいです今日は。はい、勝ちです今日は。
惜しかったけどな、うん、冠でもっといいの出たら踊ってたけど、まあまあまあ今日は気分がいいわ、勝ちでした。はい、ありがとうございました。どうもです、こんちゃちゃです。デネメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、